いやね、覚えてないわ。まあ、覚えてないぐらいの大したことない。ちょっと貸して、ちょっと貸して貸して。もういい、もう開けれんもの、もう無理にやるって。よそ見せとやらんといて、やってやらんと。危ない。あら、この人、死んでもはらへんね。男の人。昔のやつだけど、それは。いや、そうやけど、今。うん、死んどるよ。この人も死んだろ？うん。右の人。うわぁ？もう死んだ顔もとったんや、病気で。病気？病気じゃないかやまゆうぞ。かまゆうぞが死ぬということはあんたも死ぬことだよ。同い年ぐらい。86よ。うん。相撲で朝潮を取ったろ。うん。あの人も死んだ、昨日かとで。67歳。うん。小腸がんか。あの人死んどっけな、加山雄三と一緒にいた歌手の人。谷村新司。そう。それこの話だ。なあ。
これ右の人も死んだ誰知ったあれ知らん知らん、うん、もう今の時代劇あるよ死んだ人ばっかりよ、うん、曇っとんな。お母さん、くそ。雨降ったかも、降ったんよ。あら。曇っとんないよ、のに雨降ったことだから。うん。で、今日は。今日は何？うん、雨降るかなって思う。ご飯食う、ご飯食う。うん。思い言ったんよ。うん。外出てみたら降ってなかった。これ結局何？今日は曇っとるいう話をしようんだけど。よ、今度は雨になるかもしれないよね。曇っとるいうのに雨降ったらかろう。暗いな、今日。うん？今日暗いないよ、何も思うことないわ。
入れ歯なしで牡蠣食べれる。もういいもん、汚いもん。